マーティン・ジェイムズ・クレイニーは、イングランド・サマセット州、ヨービル出身のサッカー選手。ルートンタウン FC 所属。ポジションは DF。サウサンプトン FC のアカデミー出身。2004年5月のチェルシー FC 戦で、トップチームデビューしたが、オーンゴールを献上するなど0から4んでの大敗となった。2007年6月に、恩師のハリー・レドナップが監督を務めるポーツマス。 FC に完全移籍。2009年8月、チャンピオンシップのコベントリーシティ FC に移籍。2012年8月、バーンズリー FC に移籍。2014から15シーズン限りで、バーンズリー FC を退団し、トライアルの末2015年7月22日に、ハダースフィールドタウン FC に1年契約で加入。レギュラーの座をツカミシーズン39試合に出場し、 契約を1年延長した。2016から17シーズンは、トミー・スミスの台頭により、出場機会が減少したが、2017年2月9日に、翌シーズン末までの契約延長が発表された。2018年1月、ミドルズブラ FC に移籍。2018年9月、シェフィールド・ユナイテッド FC に移籍。2019年6月、 ルートンタウン FC にフリーで加入。スコットランドにもルールを持つためスコットランド代表でプレーすることもできたが、各年代で一貫してイングランド代表としてプレーしている。2003年の FIFA フフワールドユース選手権では、ジェームズ・ミルナー、アンドリュー・テイラー、スティーブン・テイラーと並ぶ最年少選手として招集された。しかし出場は1試合のみに終わり、チームは グループステージ再開で敗退した。2007年8月16日、U-21 代表に招集され、ルーマニア戦でデビューを果たした。2009年の UEFAU-19、欧州選手権予選では、ネダムオーヌオハトキャプテンのスティーブン・テイラーが、センターバックのレギュラーで起用されたため、主に右サイドバックでプレーした。2009年の UEFAU-21、 欧州選手権の準決勝、スウェーデン戦で、キックオフからわずか1分後に、ミルナーのインスイングコーナーキックから、U-21 代表初ゴールを決めた。2009年にコベントリーシティ FC へ移籍した際は、フル代表チームでプレーすることへの意欲を示した。ユースクラブシニアクラブ、ありがとうございます。